はい、アンスタです。今回もガチャを回していきたいと思います。はい、それで今回のスカウト星5は、テトラで、星4にアドニスが来ております。はい、いや結構ね、個人的に意外な2人でしたね。ただこのテトラ超可愛くないですかね。ちょっと前回の四重の時がすごい男らしい感じのテトラだったんですけれども、今回のテトラがもう超アイドルしててすごい可愛いね。この 手の感じとか、こうマイクをね、こう客席に向かってこうやる感じがね、ほんとアイドルしててめっちゃ可愛いなと思います。うん、いやこのテトラ超欲しいですね。てな感じで、開花後がすごい可愛かったんですけれども、開花前もねかなり可愛いですね。なんか焦ってる感じ、なんだろうすごい焦ってる感じが可愛いですね。いいです、この衣装もいいですよね。この料理をする男性みたいな。そう、ただね、あのテトラの料理ね、なかなかあれなので、すごい気になりますね。ちょっとストーリーとかも。そして、今回の星4、アドニスですよ。アドちゃん超かっこよくないですか。この笑顔でね、肉を食えっていういやこの顔めっちゃ好きですね。アドニスワイルドコック、いやいいな。いやアドニス欲しいですね。そう、星4あれか、半分の確率だったのか。そっかそっか。そして、星さんが、はい、桐生先輩、はい、大将ですよ。これあれかな、生姜焼きかな。生姜焼きですよね。アドニスもやってたけど、これなんだろう、自分で食べようとしてるのか、あーんしてくれるのかこれ多分自分で食べるのかな。あ、でもちょっと頬染めてる。え、もしかしてこれあーんってしてくれるタイプすごい、いろいろ妄想がはかどるな。そして、なんとセナイズが来ましたね。いやーちょっといいですよね。こうすごい、ちょっとなんか全然片付けてないじゃんみたいな感じのいやでもこのセナイズの星さんの顔めっちゃ好きですね。スパルタコック、うん、かなりスパルタそう、あの食にも厳しそうな気がしますもんね、このモデル体型を維持するためにね、はい、てな感じで、今回この4人が追加されました。はい、それでは早速回したいと思います。はい、それではね、10連行ってみたいと思います。いやもうちょっとね、前回とかねかなりやばい引きをしてしまったので、ちょっと今回はね消極的なんですけれども、いやでも本当にね欲しいんで、ぜひ来てほしいもう欲しいしか言ってない、この欲の塊なんですけれども、はい、ということでそれでは10連行ってみたいと思います。お願い。はい、あ、ま、押してなかった、頼む。いやーちょっとね、テトラも欲しいけど、ちょっとアドに欲しいな。さあそれではよろしくお願いします。あ、これソラくんじゃない、この上に跳ねてる。あ、ソラくんのあの宙吊り状態のソラくん、はい、ありがとうございます。ストーリーのやつですね。お、来た大将、やった。そうだね、そう、素晴らしい、やりました。さあこれから、あの、あ、やったやった、2枚揃えましたね。やったやった、オッケー、やったぜ。教えた通りにやってよすいませんちょっ、イエス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 、ありがとうございます。いい焼き加減だ、ありがとう。え、これ超嬉しい。あ、やった。いや、これはね、何枚とつ、おえぇー嬉しい嬉しいマジか。え、これすごくないですか。あ、待って、あ、そうだね、まずセナイズ、
ということで、セナイズがまず3枚来てくれた。いや、嬉しいです。いや、特攻はね、何枚あっても嬉しいので。はい。セナイズと、あと、パワーコックの大将が来てくれました。ありがとうございます。いいですね。可愛いですね、やっぱり。いや、生姜焼き好きなんでね。そして、あと、ソラくん3枚目ですね。待って、私ソラくんレベル中途半端なんだけど、なんか最近ね、カードのね、保存するやつがもう星5だけでキチキチになっちゃって そうそう、そこがね、ちょっともうちょっとね、なんか枚数増えたらいいなって思うんですけど、なんかこう星5しまうのもなんかもったいない気がしちゃってね。そう、多分もうちょっとなんか欲しいよねっていう、まあどうでもいい話なんですけど、まあアドニスですよ。2枚来た、超嬉しい、ありがとうございます。ワイルドコック来てくれました。うわー、そう、衣装もね、2つあって、エプロンと、あと開花後のクッキング衣装があるんですよね。いや、いいですね、ありがとうございます。ボーカルなんだね。あ、ボーカル、お、いいじゃん。はい。まあ、そんな感じで、いや、これは、ありがとうございます 嬉しいです。はい。というのも、ちょっとね、次のイベント、私、かなりちょっと本気出したいので、そう。なので、ね、ちょっと特攻、セナイズ3枚に、アドニス2枚と大将は、ちょっと、かなり嬉しいですね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、もう今回のガチャは以上になります。それでですよ、もう次のイベントなんですけれども、あ、待って、その前に今日ハッピーバースデー、かなとくん。本日は僕の誕生日です。おめでたいですね。おめでたいです。あー、おめでとうございます、かなとくん。そう、今ね、誕生日ラッシュでね 昨日がね、アドニスと、緑の誕生日が来て、今日かなたくんが来てみたいな感じで、そう、いや、おめでとうございます。そうですね、このプレゼント部屋も、まあ、220個プレゼントたまったのでね。そう、かわいい。ちょっとね、もうちょっと貯めたいよね。なんかね、何個から変わるんでしたっけ？そう。いやー、いいですよね、でもこの、笑顔が本当に かわいい。はい。ということで、ハッピーバースデー、かなたくん。本日は僕の誕生日です。はい。それで、次のイベントになるんですけれども、これですよ、これ。じゃじゃん！体育祭3！いや、ついに体育祭も3ということで、はい。いや、マジで 超高まってますよ。はい。なんと、ゆずるが来ましたよ。いやー、だって、確かにゆずる、イベントね、最後のイベント来たのって、1月のドリームトラベル以来来てなかったんですよね。そう。で、今回 ね、それ以来ずっとガチャ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 みたいな 星3がね、2つ来て、星4が1つ来て、星5で来てみたいな。そう。ガチャまみれだったんですけども、ついにイベントで 星5が来ました。いやー、これね、超やばいですね。この開花前もやばいし、いや、もうこれ見ただけでやばいってわかりますよね このカメラでね、坊ちゃまをこう、収めるために、こう、なんか、この笑顔、揺えつってるゆずるが本当に最高で、で、開花前は開花前で、弓道着の衣装着てね、走ってるっていう 弓持って いや、超かっこいい。いやー、でも私、開花前がめっちゃ好きですね。そう。でも、ついに、こう、弓道着が、ね、来て、私は嬉しいです。弓道部なのに、弓道着一人だけなかったから ちょっとね、嬉しいですね、衣装。そして、次が、ミカちゃん。そう、ミカちゃんですよ、ミカちゃん。なるちゃんは友達やもんっていう、この笑顔。そして、この八重歯。超かわいい これ、超かわいい、ほんと。
いやー、ミカちゃんとユズル同じクラスつながりですかね。いやー、この笑顔守りたい、この笑顔。はい、そして、次がまた同じクラスの嵐ちゃんが来ました。はい、いやー、この嵐ちゃん、このさ、わかるかわかんないけど、このジャージのかけ方めっちゃかっこよくないですか。この袖に通さないでこう肩にかけるみたいな、うん、いやー、これめっちゃかっこいいですね。はい、そしてカサくんですね。カサくんがこのピンポン玉で、私わかんない、こういう競技があるのかちょっと初めて見たんですけどね、すごい、ちょっとこれ難しそう、うん、絶対これで走れないよ、うん、怖いですね。はい、ということでね、この2人開花後どんな感じになるのか楽しみだし、もうね、もう頑張りますで、多分だけど、多分ね、ゆずるが乱暴っぽいんで、はい、なのでこうより頑張りたいなと思います。まあ、目標はやっぱり5枚撮り5枚撮りはもう必ず頑張りたいなと思います。はい、まあ、そんな感じですかね。いや、明日からですよ、もう超楽しみですね。だから今回のガチャね、もう特攻結構来てくれて、まあ、テトラね無理だったんですけど、ただね、アドニス2枚とかセナイズ3枚とかね来てくれたので、はい、頑張りたいと思います。ただね、あのね、あれ、私前回のイベントもね、そこそこ頑張っちゃったんですよ。いますね。はい、4456位、そう、紬3枚分で、夏目くんも3枚だったかな。そう、仲良く33で揃えられたんですけど、だからね、ちょ、前回のイベント走ったので、まあスポドリがないんですよほぼ焼きそばパンで埋め尽くされてるこのね、ボックスパン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 みたいな、そう、みつるが喜びそうな感じですけれども、ね、準備体操でもしてるっすね。1、2、3、4、はい、それで、ただね、若干ね、このアメちゃんとかレモンの蜂蜜漬けがあるんで、そうですね、これをフルに使って、あとダイヤもね補充してみたいなそんな感じで頑張りたいと思います。はい、それではね、また明日からのイベント超頑張りたいと思うんで次ね、次のガチャで結果をね、ご報告できたらいいなって思います。はい、ツイッターの方でもあげるんですけども、はい、そう思うんで、はい、それではよろしく頑張りますので、はい、ありがとうございました。